よいしょ。おはようございます。おはようございます。今日はゆらの誕生日です。おめでとう。21歳なので、なので YouTube を撮ります。わーい。みんなにお祝いしてもらいます。一日ね、はい、一日かけてレッツゴー。あ、これやりたい、これで、ね、YouTuber シマエナガです。おはようございます。 YouTube です。イエーイ。YouTube です。はい、あ、違います。あの、陶磁器のやつをのゆらの一日ブログです。ゆらの一日に僕が入っちゃダメなんだよ。いや、もう入ってほしかったです。ありがとうございます。みんな、カットカット。一番着替える人です。取れる。iPhone 15 Pro の CM みたいな。イエーイ。モザイク、おお、わぐるぐるぐる。バースデー、バースデーがある。え、今日バースデーがあるの？本当に？バースデーがある。おめでとうございます。21歳。うわー、21。21歳です。わけーなー。ちょっと映ってます、あれないよ。鳥高ゼロだ。無駄なメモリでよさ。ニュータビ、これ見てください。タイ語書いてある。なんかあ、ぴったりだ、この旅。よし、よいしょ、よいしょ。死ぬほど。これはもういい。伝えられてもいい。もう絶対にこれを渡す。お願いします。絶対に食べてもらう。ここに入れます。はい。命大事に。はい。安全運転。はい。行ってらっしゃい。行ってきます。出発。今から給食に向かって車をセットします。よいしょ、暑い。給車庫。誰だこの。私はこれかな。車出します。ちょっと取れ高ある、それ。あ、取れ高しかない。イエーイ。暑いです。行ってきました。でも一緒です。ハッピーバースデーゆーらちゃん。あ、冷たい。ゆーらちゃん。ハッピーバースデーディアゆーらちゃん。何歳ですか？21歳です。早い。25歳です。イエーイ。ハッピーバースデー to you。 イエーイ。今日は6月24日誕生日です。ゆらちゃんの誕生日です。 YouTube です。何が欲しいですか？あ、嘘嘘、これ P で21歳。ありがとう。ゆらちゃんおめでとう。ありがとう。え、 YouTube 上がって大丈夫な人？めっちゃダメな人。隣にカヌーさんがいます。何食べてるんですか？恥ずかしい。弊社にはね、オフィスオッカンってこう、あのでっかい冷蔵庫見えます、あれ。リリリリ、あれ。そう、じゃじゃん、あるんです。まあ、要するに社食があるんですけど、これ枝豆とひじきのサラダ。美味しいんです。いやー、ちょっとバテちゃってる説あるね。ちょっと肉はいいかと思っちゃったけど。これは差し入れのグミです。ちいかわじゃないですか。でも、桃がいないから興味ない。よし、何食べよう。いつも決まってるんですけど。サバ2なんだね。サバ2なんです。なるほどね。はい、じゃじゃん。まず、これタヌさんと同じやつと、サバとサバ。これ、驚愕の値段ですよ、みんな。聞いて驚いてください。これゆらちゃんのチョイスしたサバの味噌煮2つと、この僕が今食べたサラ、枝豆とひじきのサラダプラス、こうね、ちょっとじゃじゃん、この3つと、このご飯、この4点セットで、なんと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 400円です。あと全部リュウさんが払ってくれてます、きっと。恵まれた環境で走らせていただいてます、本当に。なんでいつもサバをたくさん食べてるんですよ。そうです。多分あのサバの主な消費元は彼女だと思うので、はい、みんなあの豚の角煮とかあるんで、そっち食べるんですけど。そうなんです、美味しいのに全然食べてくれない。そうなんです。あれ、美味しそうな感じ。ごめんなさい。え、でかっ。まだ半熟。さあ、じゃあコメント読んでいきたいと思います。読んでいきたいと思います。人力車キラリンチョさん、ありがとうございます。今日も暑いですね。
関さんのご飯は何ですか？あ、ありがとうございます。うまそうなの食べてる関さん。関さんのご飯はこれです。え、多くないですか？すごい。コーヒーと食べ合わせ。え、そのおにぎりめっちゃうまそうです。うまそう。関さん麺類ということで。確かに、はい、みんなバテってました。そう、彼もちょっとバテ気味かもしれないです。いけちゃん、ゆら YouTube バイバイ。ハッピーバースデー。お疲れ様でした。お疲れ様です。これから車を巻きます。今日はパンクしますよ、絶対。暑すぎて手持つとこめっちゃ暑かったですよ、今日。そう。え、そうでもないですか？うん。そう。終わりました、うん、終わりました。今日は最高何度まで行ったんだろう。30、体感温で40度。体感はね、シーシップオンサー、タイ語で40度、カンボジア語だ。サイサップオンサー。オンサー一緒。あれ、オンサー一緒、オンサー。意外な。カンボジア語もタイ語と似てる部分あるね。ユーラって書くとユーラって読めます。せーの、一本ゆらが映っております。これ4階まで上がるんです。ね、ナナさんの声だけ。9、10、5回。さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様です。みんなテカテカです。なりました。寒い。祝ってください。誰が全て祝ってって。もいいなんか誰が祝うくなる。何これ、誰が土砂崩れる。どんでしか言ってない。面白くない。よくよくよく。これからゆらを祝います。21歳。そしてたけしさん。え、こんな近かったっけ私。あ、そうだ、もうあとちょっとなんで私の誕生日なんですよ。21歳。一緒。イエーイ。少しだけ早いです。21歳。ディズニー行ったんです。日もだよね、そろそろ。そう、全然制服に似合ってました。ディズニー行ってきました。楽しかった、マジ楽しかった。初ディズニーどうでした？ネチとアキナスと行ってよかったと思った。うん、動画も作ったし。いや、いいよね、あの動画めっちゃよかった、めっちゃよかった。あれ、1分でできるの。あれ、洗濯してみたいな感じ。そう、洗濯するだけ。おすすめ。なんかたっちゃんしか見えない。わぁー、タジャンハオ、サウジャンハオ、おいしい。デデデン、うまい。梅さん、こんにちは。汗だく梅さん。汗だく梅さん、こんにちは。やっと汗引いてきました私。これ何これ。やめてください。やめてください。ビワゼリーがあります。食べてもいいやつですか？うん、いいよ。このビワゼリーって食べていいやつですか？どうぞ。優しい。いいよじゃないんだ。カズさん、何回今日やるんだろう。明るいよ。あれ、電気が暗くなった。サプライズだから。見て。怖い。見て。とても怖い。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday to you.
21歳。はい。いや。なんて書いてある？ミスター古川。誰が書いたんだろう。タイ語ペラペラな女になります。タイの女になる。頑張りましょう。じゃあビントローぜ。だールーンソンさん。でも行きまーす。ルーンソンさん。安全運転いってらっしゃい。ちっちゃい頃フルーツアレルギーで食べれなかったのに、食べれるようになった。フルーツ全般？うん。東京に来てから。いや全部です。あいつちっちゃい頃。リンゴがダメとかじゃなくて。全部ダメ。珍しい。見て隣。はい。うまそう。大量。はい、どうでしょう。ケーキ食べれないの？キウイフルーツアレルギー。キウイのことキウイフルーツっていう人初めて。キュウリとキウイ同じじゃないですか？全然違う。全然違うよ。ギョッチ食べないの？うんじゃないよ。食べないギョッチ。可愛いないよ。いただきます。どこ食べてて？どこでもいいよ。ここ食べちゃダメなんだよねとかあんまない。重要だな。ないよそんなの。気づいたらもうこれしかない。早い。じゃあまた明日。会えるといいな。また明日。学校で会おう。バイバーイ。